みなさん、やっほー、りくちゃんねーのあのみと、りくちゃんねーのロッキー。はい、りくちゃんねーのロッキーと、りくとレイでーす。今日は、ロッキー、りく、レイ、ハングリーちゃん、みるちゃん、ペット全員の毎日ご飯。今まで2回ね、毎日ご飯やってきたんだけど、そのコメント欄で、また違うご飯の時も見たいですっていうリクエストがたくさん来てたので、うちで飼ってるペット全員のご飯を作る様子を見せちゃいたいと思います。5匹分のね、材料ここに全部用意したので、早速夜ご飯のクッキングスタート。なんか音うるさくない？ハングリーちゃんの餌のコオロギがめちゃくちゃ鳴いてます。ごめんなさい、うるさくて。ロッキー、リクレイは前回がハンバーグ、その前ささみだったので、今回はみんな大好きシーチキンの卵焼きにします。で、ハングリーちゃんはいつも通りコオロギ、ハニーワーム、ミルワームをあげます。で、いつもハングリーちゃんお昼にお父さんがあげてるんだけど、まあ、今日はせっかく毎日ご飯なんで夜にあげます。で、まあ、ミルちゃんね、夜でも朝でもなくなったらちょこちょこあげてるんだけど、ミルワームとかいろいろ新しいおやつを見つけたから、ひまわりの種とかで、これね、バランスフードとかも用意したのでこれもあげます。じゃ、まずはロッキーたちはドッグフードだけじゃ食べないので、毎日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 手作りしてあげてます。今日卵だけど、ささみ、ハンバーグ、レバー、魚、たまにうどん、あとたまにもう作る元気がない時とかは缶詰とかでもあげてます。じゃあ今日卵なんで、作る前にまずロッキー、リクレイのお皿に餌入れます。よし、ロッキーのお皿とレイちゃんのお皿。ロッキーとレイは同じドッグフードで、まずこれコストコのドッグフードです。邪魔だよ。カップ1個分入れて、どっちもね入れて、これだけじゃ食べないから、次はこれよく食べてるアマゾンで買ってる餌です。見えない。これは1ヶ月でなくなるかな、1ヶ月くらい、3週間くらいでなくなります。これでっかいの、やばいよね。朝はドッグフードだけ入れて置いてるんだけど、全く食べないの。グルメになっちゃって、なんかだから夜ちゃんと作って、ほとんど夜しか食べてないです。昼間はおやつとか骨とかもね、あげてるんだけど。でね、めっちゃ可愛いのが、ただこういうのさ、落とすじゃん。落としたらレイがもう一回食べんの、マジ可愛いの、それが。あー、ほら落とした。レイが探す。レイちゃんこっちだよ、うん、レイがめっちゃ食いしん坊で、量はレイの方がやっぱりロッキーと体重が10キロ近く差があるのね。だからレイの方がちょっと多めです。よいしょ。お皿おっきいの、レイの方が。ロッキーとレイで、次はリク。リクはおじいちゃんなんで、シニア用のビルジャックっていう餌があるんだけど、これをちょっと入れて混ぜてます。リクも2種類で、残りはパックンっていう餌を使ってんのね、柔らかい餌で。まずビルジャック、このままだと硬いから、お湯用意してお湯を入れてあげます。で、お湯でちょっとふやかしてあげてます、柔らかくして。で、油、普通の油はあんまり犬に良くないみたいなの聞いて、オリーブオイルはまだね、体にいいからオリーブオイルであげてます。卵はだいたいいつもちっちゃい卵あるじゃん、それだったら6個で、普通の大きさだったら5個使ってます。結構多めだね。やっぱり足りないんですよ、3匹分だから。で、まあでもね、運動結構するから、タンパク質取ってほしいからね、ちゃんと。で、この中にシーチキン入れます。シーチキンは水煮の方がいいんだけど、水煮買い忘れた時とか、普通に油煮のやつをちゃんと油取ってあげます。で、手で全部入れちゃいます。水でもかさ増しするから、こんくらいいっぱいまで水入れて全部入れます。いつもだったらそのまま焼くんだけど、今日はちょっとね、ささみが余ってて、ロミが作ったささみ、まあ電子レンジでやっただけのやつなんだけど、それが余ってるので入れちゃいます。ダメになっちゃうから。だから今日肉たっぷり、今日喜びだよ。あ、でフライパン温めとこう。で、混ぜます。で、いつもこんな感じでロッキーとレイが来るの、特にレイかな、ロッキー来ない時もある。レイがすごい、本当にしつこいくらい、ロミが動くたびについてくるの。レイちゃん、ご飯楽しみ、いっぱい明日運動してね。で、ブチューになっちゃうよ、かわいいね。チュよし、
で、フライパンはちゃんと温めないと、あの、ジューって言ってほしいの、ロミ入れて。だからフライパンはもう結構熱々まで、ロミ温めます、もうちょい。リクのがね、もうふやけてるから、ほら、こんな柔らかくなるの、これ食べやすいじゃん。で、こんくらい柔らかくなったら、このパックンを混ぜます。オッケー、よし、じゃこれでジューって言うはず。なんかジューって言った方がなんか嬉しいの、わかるかな、あるあるだよ絶対。いくよ、言いますように。オッケー、バッチリ。これで言わない時があんの、イライラするの言わないと。なんかあと、そんくらいまで温かくするとすぐにね、もう下が焼けるから、全然ね、あの、できる速さが違う。で、毎日レイは絶対ピカピカに食べてくれる。まあ、たまーに残すかな、でもほぼ毎日ピカピカで、ロッキーは、まあ、たまにピカピカで、だいたいちょっと残すんだよね。リクはちょこちょこ食べんの、あの、今日の夜から明日のお昼くらいまでにかけてちょこちょこ食べるタイプ、リクは。で、ちゃんとね、卵とかは、あの、火通すようにしてます。あの、肉とかはもう生のままで慣れてるから、ちっちゃい頃から生で揚げたりするから、あの、揚げてるもの、人間の食べ物で揚げるものはちゃんと調べてから揚げてるので安心してください。でも、あの、普段食べてないワンちゃんがいきなり食べちゃったりすると下痢になっちゃったりするから、そこはね、気をつけてあげた方がいいと思います。で、木のささみ揚げて、その前レバーとか、もう交互に揚げてます。よし、こんなもんかな。こうやってちゃんと火通りました。うん、オッケー。ささみはもともとね、火通ってるからオッケー。で、これを分けます。で、ロッキー多め、レイはちょっとだけ入れても全部食べるんですよ。ロッキーはね、あの、ちょっとだけだと食べなかったりとか、もうやらせちゃうから、ロッキー本当に偏食で。リクもね、もうおじいちゃんだからね、お腹が弱くてすぐに、あの、下しちゃったりとかしちゃうから、だからリクはこうやって混ぜてる間にちっちゃいのをちょこちょこあげてます。本当にちょっとしかあげてない、リクは。怖いからお腹下痢になったりしてさ。こんなもんかな、 OK。で、混ぜて、まだね、熱いから、そのまま揚げられないから、冷ましてる間に、ミルちゃんのご飯の準備します。ミルちゃん、いつもだったらキッチンでは用意しないの。あの、上でそのまま揚げるんだけど、今日はせっかくだからね。で、ミルちゃんの餌は、あのね、せっかくのね、動画なんで、ちょっといつもと違うの。これ、ちょうどなくなったから買いました。ミルワーム。と、あと、コオロギのおやつとか、ひまわりの種ね。ブロッコリーはちょっと洗ってあげて、で、ミルちゃんのお皿見て、めっちゃ可愛いよね。何このサイズ。レイのお皿とミルちゃんのお皿で、これね、人参で、人参はミルちゃんにもあげるんだけど、ハングリーちゃんの餌の餌でも使います。で、ちゃんと餌にもいい餌をあげると、餌もいい餌になるから、もう何やってるか分かんないけど、コオロギにちゃんといい餌もあげると、コオロギの体の中もね、健康になるから、ハングリーちゃんが食べるのもいいんですよ。あの、いい餌食べてるから、うち意味分かんないじゃん。まあ、とりあえず餌にもちゃんといい餌をあげます。ミルちゃんはね、あの、人参よりブロッコリーの方が好きなので、コオロギとかにはこうやって適当に切ってあげてます。じゃんじゃん、これで食べてくれるから。で、コオロギ逃げないかな。どうぞ、食べるから、これで OK。 はい、ミルちゃんの餌もこうやって取ってあげます。と、大好きなひまわりの種。はい、完成、ミルちゃんの餌、今日のご飯です。ちょっと多めにしました。食べてる、コオロギ。じゃあ、最初はミルちゃんとハングリーちゃんに餌あげに行きます。落としたら終わり。逃げます。来ないでね、ロッキーたち、ダメだよ。これは一旦ここに置いといて、まあ、ちっちゃい順からあげたいから、まずはミルちゃんです。ちょうどいる、ちょうど出てる。ミルちゃん、餌の時間だよ、どうぞ。食べてる食べてる。マジでブロッコリー大好きなの、ゆきみちゃんそっくり、かわいい。マジでブロッコリー大好き。じゃあ次はハングリーちゃん、バイバイミルちゃん。あ、見て、食べてる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 。ほっぺん中入れてる、いっぱいいっぱい入れてる。かわいい。じゃあハングリーちゃんにあげます。食べるかな、ハングリーちゃん気まぐれだから。なんか時間的に夜だから食べない気がするな。じゃあコオロギからあげようかな。ハングリーちゃん、おはよう。あ、こんばんは。
ハングリーちゃん、コオロギあるよ、食べる？はあ、食べた、やった、皆さん食べました、ミルワーム曲げよう、よし食べた、めっちゃ食べるじゃんめっちゃ食べる、けけ、よしじゃあもう、あの残りはコオロギとかハニーワームは明日あげるから、まあ今日はこんくらいにしとこ。じゃあハングリーちゃんおやすみで、あのコオロギこの中で逃がしてるから普通に自分で食べたりもするから、野菜もたまにあげてるんだけど、まあ野菜よりやっぱ虫の方が食べるね、でもあげないといけないからたまにあげてます。じゃあハングリーちゃんおやすみなさい、で夜は消すよし、じゃあもうロッキーたち待ってるからあげよう、食べますか。でいつも順番はやっぱりあのリクからで、ロッキーレイです。お水もねあげます。いいや、どうぞ。レイが絶対ついてくんの、レイじゃないのに。よし次ロッキー、ロッキーお座り、待て、いいや、お利口さんだね。よし最後見てレイがもうで最後はレイちゃんお座り、待て、いいよおいしいねレイちゃん。リクごちそうさまなの、絶対全部食べてないでしょ。リクはロッキーとレイの餌を盗む時があるからダメだよリク。よしじゃあということでね、今日はロッキー、リク、レイ、ハングリーちゃん、ミルちゃんのペット全員のご飯の時間をねまた紹介しました。で皆さんはどんな餌をあげてますか、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあまた違うメニューのご飯の時間見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ルメの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ。Yeah, I'm yours, and now we're singing.